どうも影やんです今日はですね自分の未熟さを知るということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、現在ね僕は空手であったりとかね体の使い方であったりとかそういうことをしてます。でお仕事はまあ整体というかマッサージよりはもうちょっと進化させたものでそのしっかりとその 良くなっていくところまでできるかなっていうその、えー、その辺が微妙なところの状態でいるんですけども、その中でですね、やっぱりその自分のその未熟さをこう知るっていうことが結構ありますね。その何もしてない人よりはもちろんできるとは思うんですけども、そのそういうことをこう極めてやっておられる方と比べた時にですね、自分が 明らかにこう未熟さであったりとかですね、えー、全然その到達してないっていうのをこう実感させられるっていうことがよくあります。で、空手で言いますとですね、あのー、自分がこうこの二週間ぐらいですかね、その空手の基本動作も毎日こうまあ木曜日は休みますけども、えー、毎日こう家でもこう結構突き蹴り、えー、受け えー、基本動作、えー、肩,肩はちょっとあまり時間的にできていないこともあるんですけど連続移動攻撃であったりとか、えー、立ち肩であったりとかいろいろこうやっていってですねどんどんこうだだスピードもこう上がっていってですねこう良くなっていってるんかなと思った時にですねあのー、空手の先生が僕の肩のね動きをこう撮影してくれたんですね。で撮影してくれて、えー、見直すとですね それはですね、あのー、かなりできてないなっていう立ち姿も美しくないし前かがにみにもなってるしっていうことでね、えー、自分が全然そのできてないと未熟さをこう思い知るということになったんですねほんであ全然できてへんやんって毎日やってから自分がこう,うまくどんどんうまくなっていってるんかなと思ったら全然そんなことないと いいううこことをこう思い知ららされてまたこう一からしっかりとその自分の動きっていうのをこう確認しながらこう稽古していかなあかんやゃなと思ったりとかですね体の使い方でもそうですねその背骨を動かせるようになろうとこう必死にいろいろやってるんですけどその成長がこうほとんどあんまりない中でですねえそういうね えー、僕が尊敬している人のメルマガとかを読むとですねもうこの人たちはもう何人かおられるんですけどもうこのレベルというかこの位置にいるんやなってその,その位置にいるっちゅう本当のしっかりしたもんは分かんないですけども,もう明らかに上の位置に立ってる人の言葉やなっていうことは分かるんですよね。でそういうところに行ってはると。で自分で作り出した僕はその 教えててもらっったこととをこうやいいるというそれをこう上達させようとしているレベルでありますけどもその上いってる人たちはもう自分のオリジナルを作り出してこれがいいんじゃないかなというふうに作り出しておられるというところでですねうわーもう自分はまだその基本の動きもまだまだそのまともにできてないのにですねその上にいってる人はもうさらに上に行ってそういうことはもうクリアして。 自分のオリジナルを作ってそこからよりどう良いものをっていう風にやったはるっていうのを見たなんかこうが然とするというかねなんかこうその時それをこうまざまざと見せられるそのメルマガの中でこう見せられるとですねもうちょっと絶望するようなねえー、気持ちになったりするんですよね。ほんでまたやっぱりでもそう言いながらもねやっぱり前へ進まないといけないんでやっぱり毎日その。 えー、訓練であったり稽古であったりとかをこうしていくというところですねほんで、えーまあ、仕事である施術であってもですね自分でこうお客さんと接していろいろ施術をしている中で感じることがあってそこからこう,こうじゃないかということでこうそれを お客さんに確認したり自分の中で考えていったりしてこうやっていくんですけどもそれまあまあ最初の型があってですねそのマニュアル的なもんがあってそこからこう自分でこう変化させていくんですけども僕の尊敬しているその先輩なんかはですね、えー、一つのその教えてもらったその、えー、体が良くなる主義っていうものからですねそのいろいろ発展させていってですねで自分で本当に作り上げていくと。僕もねその ちょっと作り上げるまでいかないですけどある程度ちょっとこうかなっていう風にやっていくところまではできてるんですけどもその,その人はそれをもっと発展させてそこからこういろ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 試していって作り上げていってる状態を作ってはるというところでそういうのを聞くとうわーだいぶ差があるなとその人だと。でだ空手もその目指してるところで言うとだいぶ 差があるし、そのほんまに今やった。はるしそれで実際ち,ちゃんとできてはるっていうのも分かってるんですよね。だからそこへ絶対に行けないわけじゃないですね。その努力をこう。 積み重ねていけばいつかその到達することはできるというふうに僕は自分を信じてるんですけども、えー、かなりその差があるなとその体の使い方、えー、空手であったり、えー、施術施術もその上へ行く人っていうのはそこそれに僕は焦る気持ちはもうやっぱりないんですね。そそののどっちかとというとその もう愕然とするというかそういうことはあってもねやっぱりその前を進むためには一歩一歩こうね、えー、1ミリずつですねこう進んでいくしかないですでも1ミリずつ進んでいくとですね、えー、到達はするというふうに思いますその諦めないで、えー、無理せずやり通すと。 いうところをこうしていくとですねなんとかこうなっていくとそれでね1ミリずつ進むんですけれども例えばね1センチから始まって1.1センチ1.1ミリ1.1センチですね1.1センチから1ミリ進むと1.1センチの1ミリの増え方っていうかねその複利で増えていくと思うんですねだから1.1センチの後は1.2センチじゃなくて1.22センチとかねそういう成長の仕方をしていくんでそれをしっかり続けていけば、えー 強大なものになっていくというふうに僕は思っています。というかそうじゃないとねなかなかその差が埋まらないですよね。でその目指してる人らのレベルのところっていうのもうそこへまだまだその手を休めないでどんどん進んではるんでどうしても差が開いてしまうんですけどもそれを 開く差をもうちょっと縮めていく形ですもちろんその人に追いつくためにやってるわけじゃないですけどもそのどうですかその開いてる差をこうどん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 開くんですけどだんだん開かんようになっていくようにしていって最終的にこう縮めていくようにしていってで本当の最終でいうと抜く状態で自分がオリジナルになる状態、えー、そこまでこうやっていこうかなと。 だからこうまあ時間との勝負ではあるんですけどもどこまでできるかなと、えー、自分への挑戦でもありますし、えー、こうやっていくと、えー、手を抜かないもちろんねその、えー、休日とかは僕は休みますしっかりと休みますけどもその6日間に関してはねある程度まあ全力でこうやっていくと、えー、どこまでできるかなというところですけども,う,んもうこればっかりはね えー、僕もいろんなことに興味持つんでどこまでできるかっていうところですね、えー、そのためにもね健康を保ってですね健康を保つというレベルじゃなくて、えー、強いエネルギーをこう発してですね、えー、こうどういうんですかね無限健康っていうんですかねその 健康もその頂点の健康をこう保ちながらこうやっていくエネルギーいっぱいでこうやっていくそれを自分で作り上げていくそういうことをしながらいろんなことに取り組んでいくということをこうしていこうというふうに考えていますということでですねん自分の未熟さを知るということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます